お酒ってそういうもんですよね、でもね。お酒じゃなくて飲んじゃいけない。飲みいいですね。それはちょっとあなたもな。すいません、お飲み物とか大丈夫ですか？ちょっと飲んでるかけて飲んじゃいけない。本番中にね、ちょっとトイレビール飲みすぎて、トイレで隠れて飲むんじゃなくて、あおれへん、どこ行ったんだ。おっぱい中に、おっぱい中に、ぎんちゃんが踊ったりする曲もあるんで、ぎんちゃん踊ってるやつ、どこ行ったんだ、帰ってけへんって言われて、ごめんごめんって。え、俺だから食べてきた。いや はい、こんにちは。花の先はそのだからやってもらいます。よろしくお願いします。今日もね、僕は朝一番ここに来て、ここ美容鍼灸と鍼灸とされてるんで、美容鍼灸やってますんですよ。テカテカ、あ、テカテカじゃないな。テカテカじゃない。キリッとするんですね。キリッと見えますか？キリッと見えます。リズアップしてます？してます？あ、元の子なんです。元知らんけど。知らんけど。じゃあ、可愛らしい曲からいってみます。弾き語りなんで、小さな人に、昭和の曲、懐かしい曲。夢見るチョコレート、昨日の海へ二人を連れて行く。君は赤かった、太陽は燃えていた。君の肌はこんがりチョコレート、チョコレートを食べながら昨日のことを思い出そう。チョコレートを食べながら明日のことを考えよう。夢を見させて寝ろって、いつもチョコレートロッテ。ロッテのまんまだ。岩の子も若者でいっぱい、みんな胸に思い出一つずつ。青い海は夏の日の思い出、赤い恋はあの人の思い出。昨日のことを思い出そう。チョコレートを食べながら明日のことを考えよう。夢を
見させてねろっていつもいつもチョコレートロッテ。こういうかわいい、かわいい系統の、もう僕が弾いてるのはいつもジャンルバラバラなんで、何が好きなのか、何やってんねんって感じなんですよね。掴みは OK。 かわいい系でいけます。あ、じゃあ次2段目で、あのインストで、はい、インストで、インスト、インスト、歌ない、インスト、インストね、インストね、インスト、ね、インスト、うん、はい、どうも、はい、ちょうどよかった、青木さん、ちょうどよかった、僕今演奏するんで、はい、なんか喋っててください、ね、あのドラマ、ジンのテーマを流してます。
ありがとうございます。ありがとうございました。結構ね、インストやるとみんなシーンとなっちゃうので非常にやりづらいんですけど、あのカフェとかで、あの BGM 的にね、弾くのは大好きなんですけど、ね、こう喋っててっていう感じで、もうちょっとざわざわ。あんまりに聞いてないのもね、全然聞いてない全然聞いてない、ね、あの客席の方がうるさかった時間までなんで、僕もじゃあこれで終わらせてもらいます。須田君が歌ってね、今結構かかってるんですけど、さよならエレジーっていう、また感じで変わって、僕は今空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせ掴めないのに、呆れてのキスを愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側はうんざりするほど惹かれ君の歌。憂鬱は満員電車みたいだ、冷めたぬくもりをむやみに放り投げた。僕が愛を信じてもきっといなくなるんだろう、それならいらない悲しすぎるから、さよならさえもうまく言えなそうだから、手を振る代わりに抱きしめてみたよ。流れ星を見た、流れ星を見た、ねえ幸せだったな、そばにいるだけで、ただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいな。舞い上がってゆけ、夜の向こう側はうんざりするほど惹かれ君の歌、もう傷つ
伝わない。もう傷つけない。聞かれ君の歌。おめでとうございます。これからですね、頑張ってください。